アクターズガール Z は日本のスポーツエンターテインメント団体。コンセプトは女優によるプロレス。アクターズガール Z とレスリングを掛け合わせた造語はジャンル名であり、そのジャンルにおける団体としてビギニングを旗揚げ。アクターズガール Z というジャンルの拡大を目指しており、その一環として2019年1月、2018年後半にデビューした新人選手。 生え抜き選手ではない先を中心とした新団体、カラー S を旗上げ、ビギニングとカラー S の両方に選手が出場する行業をアクトとしている。設立当初は団体名について表記揺れがあり、媒体によってはビギニング、アクターズがある Z、その平気などの表記が見られる。2007年11月24日、ビギニング実行委員会が新規バファーストリングで、 リープレゼンツビギニングとして、女子プロレスを中心とした格闘技と音楽ライブなどを組み合わせたイベントを開催。2014年、運営がビギニングプロモーションに変更。2015年5月31日、新規バファーストリングでプレ旗揚げ戦。アクトレスガールズビギニングプロローグを開催。9月6日、新規バファーストリングで旗揚げ戦。 アクターズガール Z 木上げ大会を開催。同年運営がスーパープロジェクトに変更。2016年3月27日、新木バファーストリングで第1章が終了。6月12日、新木バファーストリングで第2章を開催。8月7日、フリーの堀田由美子がアドバイザーに就任。2018年3月16日、フリーの堀田が プレイングマネージャーに就任。8月、運営がアメリカンワイヤーゲージに変更。10月20日と21日、サンリオピューロランドで行われたコスプレフェスタ X in ンサンリオピューロランドに所属選手が出演。11月15日、来年1月からビギニングとカラー S の2ブランド制に移行することを発表。2019年1月20日、新規バファーストリングで カラー S 旗揚げ大会を開催。2020年7月10日、団体を運営するアメリカンワイヤーゲージとの方針の違いが生じたため、ホッタがプレイングマネージャーを辞任する。ありがとうございます。